こんにちは、新谷正樹です。本日は奈良市の大和西大寺駅と平城駅の間にございます三和マンションという物件のご紹介をさせていただきます。お部屋の方は 2DK のタイプになりまして、こちらのマンションは鉄筋コンクリート造のしっかりしたあのマンションになっておりますので、おすすめなポイントになっております。そしたらまず、ダイニングキッチンの方からご紹介させていただきますと、キッチンスペース含めまして約8畳ほどの広さになるかと思います。はい、そしてこちらの方がキッチンですね。キッチンの方には広々とした、シンクの方と、調理スペース、またお好みの方も置いていただけるようになっております。またこの辺りにですね、調味料とか置いていただけたらいいかと思います。また窓もございますので換気も非常にしやすいかと思います。こちらの方はですね、給湯器のリモコン、こちらの方で温度設定が可能となっております。キッチンもですね、上の方とですね、下の方に十分棚がございますので、お鍋等もたくさん収納していただけるかと思います。次に、和室の方のご紹介ですね。ダイニングキッチンから、面したお部屋となっておりまして、こちらの方が和室6畳のお部屋となっております。障子も、ね、非常に雰囲気のいいあのお部屋となっております。そしてこちらの方は、押し入れになっておりまして、こういった、ね、棚もございますので収納しやすいかと思います。上の方に天袋が、ね、ございますので、あまり使わないものをこちらに収納していただきます。そして次の隣のお部屋の方なんですが、はい、こちらも同じく和室6畳ということで、まあ、寝室にあの使っていただけたらいいかと思います。そしてこちらの目玉としましては、こちらの収納がすごいんです。こちらの方はウォークインクローゼットとなっておりまして、はい、もうその文字通りですね、もう中に歩いて入っていけるぐらいの広さの収納ですね。こういったハンガーパイプもございますので、お洋服もたくさん収納していただけます。次にですね、はい、こちらの方は、洗濯物を干していただけるサンルームというスペースになります。こちらに物干し竿をですね、かけていただいて、洗濯物を干していただきます。まあ、お部屋の中の部分になりますので、雨の日気にせず洗濯物を干していただけるのがポイントですね。それでは水回りのご紹介の方をいただきます。ダイニングキッチンに戻りまして、はい、こちらの方洗面所となっております。まずですね、こちらの方は独立洗面台のシャンプードレッサーになりますね。はい、次にその奥、こちらも目玉の部分で言いますと、足を伸ばせるような、一坪タイプのお風呂となっております。はい、もう見た感じですね、広々としておりますので、ゆったりと入浴していただけます。そして玄関先の方なんですが、こちらの方は玄関スペース、そして室内洗濯機置き場ですね。こちらの方はお手洗いということになっています。嬉しいウォシュレット付きですね。窓もございますので換気がしやすいかと思います。もともとこちらの方にお風呂がございましたので、まず何か収納などに使っていただけたらと思います。はい、まだまだご紹介の方はさせていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のマスキでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。